はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。権現です。それではゼルダの伝説不思議の帽子、実況の続きをやっていこうと思います。で、前回はですね、この雫の神殿のね、まあ、途中まで行ったんですけれども、まあ、ちょっとね時間的に長くなりそうだったんで、まあ、この赤いワープゾーンからね、この入り口まで引き返してきましたので、まあ、今回はね、ここから先に向かってみたいと思います。空飛んでる敵は、ちょっと強そうです。強いというか、あ、持ち上げられるんですね。まあ、だいぶ、ヒットポイントも目減りしたような気はしないでもないですが、まあ、先に行きましょう。ここの中ボスは倒して、この辺までね、まあ来たんですけれども、まあちょっとね、時間的に長くなりそうだったんで、まあ途中でね、戻ってきちゃったんですけれども、あとどのくらい先があるんでしょうかね。テントウムシですね。普通に剣を振り回してた方が戦いやすいかな。ん？道がありますね。あ、これで氷を溶かせば、あれ？このダンジョンはもうクリアかな。意外に早かったですね。ちょっと動画の切り時を間違えたような気がしないでもありませんが、まあ、これでエレメントが取れますよね。うん、これで氷が溶けて、うん、これで取れそうですね。やったぞ、リンク。これでやっとエレメントを取ることができるわい。ふう、手間がかかって大変。ん？なんだか様子がおかしいぞい。ああ、なるほど。ここで、氷漬けのオクタロックが復活して、エレメントを吸い込んじゃうと。なんということじゃ。あのタコの化け物に、わしらのエレメントを横取りされてしまったぞ。えい、こうして呆然としている場合ではないわ。リンク、早く追いかけるのじゃ。了解です。まあ、結局、エゼロ、何にもしてないような気がしますけどね。特にこのダンジョンではエントランスとかもなかったですもんね。じゃあエレメント追っかけましょう。ここのボスはまあ、ちょっとね倒し方が特殊なんですけれども、まあ、剣とかはね全然効かないんで、この岩をとりあえず跳ね返して相手に当てて、でなんか尻尾みたいなのが出てくるんで、そうですね、でこの尻尾を燃やせば OK なんですけれど、逆向きの方がいいのかな。うん、これで、とりあえずは、OK なんですが、暴れ回ってますね。これでちょっとは、落ち着いたかな。あ、違う。あ、座れちゃいましたね。いった。結構ダメージ食らいますね。ちょっと角度が良くない。逃げて、よし。よっ。これもちょっと角度が良くないですね。角度とあと、リンクの向きですね。それに気をつけないとなかなかダメージが
与えられないのかな。よし、さあ来い。来ませんね。吸い込みモードは逃げないとまずいですね。よし、もう一発くらい。あ、固まりましたね。固まるというか、これでまた、うわ、吸われた。尻尾に火をつけたいのですが、よし。お、火だるま。かわいそうといえばかわいそうですけどね。ずっと氷漬けになった上に、こんなね、攻撃をされちゃうわけですからね。まあでもこれもゼルダ姫を助けるためなんでね。ん？周りが暗くなりましたね。まあ放っておけば多分明るくはなると思うんですけれども、うん、危ない。こんな感じかな。ちょっと角度が良くない。あ、なるほど、口からなんか炭みたいなのを吐いて視界を遮っちゃうというか、そんな感じですね。いた。いや、怖いな。よし。ん？これで倒したかな？ふう。まあ、頑張れば、前回ね、ここまでは来れたような気はしますが、まあいいでしょう。これは水のエレメントかな？あ、雫のエレメントですね。雫のエレメントを手に入れた。雫は乾きを潤し癒す力。雫のエレメントはその結晶だ。なるほど。で、ハートの器を取りまして、武器を装備しましょう。まあ、これでエレメントを手に入れたんで、まあ、外に出ればね、そのままクリアなんですけれども、取り逃した宝箱がね、2つありますので、まあ、これをね、回収したいと思います。とりあえず下に降りて、あれ？こっちでいいのかな？あれ？多分こっちで良かったと思うんですけどね。あの、ハスの葉を使って先に行くところの途中かなんかにね、あったと思いますので。あ、そっか。もう仕掛けは解いてあるんで、OK ですね。じゃあ、宝箱、取りに行きましょう。うん、やっぱり頑張れば、前回ね、ボスまでは、倒せましたね。まあ、かなり動画的には、長くなっちゃいますけれども。ちょっと動画の、切るタイミングを間違えたかな。まあしょうがないですね。で、これで落下して、あ、そういえばここって、あ、ルピーありますね。これは一回水の中に入る、そして先に行くと。これは鍵のあった
場所ですよね。この上の方の水路を行けばいいのかな。仕掛けを解いた音がしましたが、あ、ありましたね。カンテラ溶かす。これは何だろう。あ、秘密の貝殻100個。今貝殻がねもう999個あるんで、まあこれ以上はね必要ないといえば必要ないんですけれども、まあ後でね、後でというかまた機械を見て、任天堂のねガチャとかを、まあ実況外なんですけれどもやってみたいと思います。この氷も溶かすと、あ、かけらですね。これでもう宝箱は全部回収しましたね。まあ、これで外に出て、まあ、クリアになるわけなんですけれども、動画的には、今12分ぐらい、まあ切りがいいので、まあここの、まあ、雫の神殿を出て終了してもいいんですけれども、まあちょっと探索しながら行きましょうかね。まあ、エレメントをね手に入れたんで、聖域にね行く必要が出てくるんですけれども、うん、まあちょっと探索をしましょうかね。やり残しはまあ多分ないと思いますので出ましょう。うん、これで出られますね。ブルルルルル、うう、鼻水が凍るかと思ったわい。7、なんじゃ？ん？てんてんてん。少年よ。ハイラルの姫を救わんとする少年よ。はい。我が名はグスタフ。遥か遠い昔のハイラルの王。ハイラル王のご先祖様、我が元まで来るがよい。さすれば道は開かれる。あ、消えちゃいましたね。むむ、今のは夢か幻か。ハイラルの王と言っておったが、む、マップを見てみるのじゃ、リンク。何やら印がついておる。これは夢ではないようじゃぞ。聖域で剣にエレメントの力を宿したら行ってみるのじゃ。了解です。ハイラル城の西側ですね。さっきのあれじゃが、遠い昔のハイラルの王と言っておったの。風の遺跡ですでに失われておったエレメントの手がかりは他に何もないんじゃ。とにかくマップの印の場所まで行くしかあるまい。しかしその前に、聖域でエレメントを剣に宿らせるのを忘れてはならんぞ。なるほど。まあというねことになりましたので、まあこのままね、旅じゃないや、風のオカリナでね、戻ってもいいんですけれども、まあ、さーっと探索をしましょう。なんか欠片とかないですかね。地上ではブーメランが一番いいかな。まあお金は回収。
お、かけら。そう、かけら合わせとかもね、結構やり逃した部分とかもあると思うんで、チロリアの森の方にね行きたいんですよね。ということなんで、こっちから行った方が早いかな。一回地下を通っていかないとダメですね。モグラグローブ、確かチロリアの森の方にも、以前ね寄った時はかけらを持ってなくてかけら合わせできなかった人とかもいたと思いますので、まあとりあえず向かってみますか。ここは魔法使いのおばあさんの家ですが、まあとりあえず薬はいらないかな。ん？あれ？なんか生き方が違う気がしますね。あれ？でもぐるっと回らないとダメか。じゃあ一回、そっか、こっちから回ればいいのか。爆弾。あれ、ここって何でしたっけ。あ、デグナッツ。あ、かけら合わせしてないですね。あ、一個だけありましたね。デグナッツじゃなくてアキンドナッツですね。あ、タバンタ秘境。タバンタ秘境はちょっと今回は無理かな。さすがにショップの中にはかけらはないですよね。で、ここ何屋さんでしたっけ。あ、かけら屋さん。とりあえずいいです。そしたらここの中は行きましたよね。宝箱があって、ゴロンのねかけら合わせができた場所だと思いますので、まあ、とりあえず今はスルー。こっちも確か以前探索したと思いますので、森のピッコル里にね行きたいんですけれども、その前にここは入れませんと。あ、この宝箱回収してないですね。この水路も意味はないのかな。まあとりあえず森のピッコル里に、あ、そっか、宝箱取ってないですもんね。結構なんか鳥の足のアイテムがいっぱいありそうな感じですね。かけら。じゃあまたちっちゃくなっていきましょうか。この穴の中は行きましたよね。まあ、久々に森のピッコロ里行きましょう。
特にアイテムはなさそうかな。あ、そういえばチロリア草はできてるのかな。わーい、黄色いチロリア草が咲いたよ。これも君のおかげさ、ありがとう。いえいえ。かけら合わせはできなさそうな感じですね。こっちに行くと先に行きそうなんで、まあ、かけら合わせができるかどうかだけね、確認しながら行こうと思います。あんまりいないかな。こっちに行くと樽の家かな。ですよね。この上に行くと司祭のいるところに出ちゃうので、まあ一軒一軒訪ねていきましょうか。あんまりいないかな。まあ、あのかけら合わせができる、あのもやっとしたね、あの吹き出しだけ確認して、まあ、特に話とかは聞かないでもいいと思うんでね。あ、そういえば長老は、あ、ありましたね。うん、この赤いかけらは、まあ、結構ね中盤じゃないと出てこないんで。ここは爆弾を好きなタイミングで爆破できたらどんなに素敵だろう。結構なんか物騒なこと考えてますね。ん？そうだ、少し改造するだけでできるかもしれないぞ。あ、隣ですね。なるほど。まあ隣の爆弾屋さんに、爆弾屋さんというか危ないことを考えてるピッコルに会う前に、あれでももう全員とかけら合わせはしたっぽいですね。意外になんかいないというか、この長老だけでしたね。じゃあ隣に行って、最初にあの爆弾をもらった人ですよね。あ、かけら合わせできそう。この形はありますね。ベルタ。ここは風の遺跡ですね。ちょっと遠いので今回は無理かな。ついに完成。その名もリモコン爆弾。好きな時にすぐドカーン。普通の爆弾が使いたくなったらまた交換してあげるから使ってみない？リモコン爆弾と交換しますか？交換しましょう。リモコン爆弾を手に入れた。爆弾を置いてもう一度ボタンを押すと爆発するぞ。なるほど。普通の爆弾が使いたくなったらいつでも声をかけてね。ありがとうございます。これで、あ、なるほど、もう一回 B を押せば爆発すると。これは便利ですね。まあ、あとはさーっと探索をしたいんですが、あ、この穴行ってないですね。ここは、まあ、さっきの雫の神殿みたいな感じですけれども、いた。うん、一応敵は倒しましょう。
宝箱がありますね。ああこっからか。ああなるほど、この辺からブレーキかけないと無理か。ここは大丈夫かな。赤いかけらとハートのかけらと、あ、そっか、あの宝箱は別の穴から入らないとダメそうですね。いや怖い。じゃあ残りの2つの穴も一気にいっちゃいましょう。ん？青いかけら。最後右ですね。テントウムシか。意外に強い。で、また青いかけらですね。左側の入り口が一番なんか難しい感じがしますね。こっから下はいけないので、ここで元の大きさに戻らないとダメかな。かけらを探すために草も刈っていきますか。お、出ましたね。お、いっぱい出るな。一応地図を見て、うん、ここで行き止まりなので、こっから出ましょうか。東の丘。あ、なんかかけらがやたら出ますね。結構緑のかけらがね今枯渇してるんでちょうどいいですね。まあ一応反対側に行ってみて、ここのピッコルはかけら合わせはもうしたかな。してありますね。うん、豆の木の人ですね。じゃあ戻りますか。ここはもう行ってますもんね。さっきみたいにかけらが出ればいいなと思いながら出ませんね。この豆の木はもう登りましたよね。お、かけら今回はいっぱい集まりますね。まあ、あの街で売ってるチロップとかをね飲めばもっとあの効率よくね集まると思うんですけれども。ここはどこでしたっけ。リンクの家の近くかな。一応まあロンロン牧場の方も行ってみまして、イネーとモミンでしたっけ、このロックンロール農家の兄弟なんですが、ここは探索はもうしたような覚えがありますが、一応行ってみましょう。危ない。うん、もうかけら合わせはしてありますね。なるほど。あとは
ですね、リンクの家のすぐそばなんですけれども、なんかぶつかってエントランスが現れる場所を多分見逃してると思うんですよね。でちなみにこのチンクルはかけら合わせはしてありますと。そう、このチンクルの兄弟もねなかなか出会わないんですよね。ん？ここは何でしたっけ？あ、ハートのかけらかな。なんかこの辺にピッコロが住んでたような覚えがあるんですけどね。で、かけらはなかったかな。鍵はもういいのでかけらをください。ん？ここは？ここは気になりますが、ん？いないな。あれでもどっかにエントランスがないと。あ、ここかな。ここですね。よし、これでエントランス発見。あったあった。赤。これかな。ん？これはさっきの薬屋のおばあちゃんですね。おばあは特製赤い薬、もうすぐ完成しそうじゃな。ほう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 、怪しい。ん？なんかえらい勢いでかき混ぜてますが、キノコのおばあさんが新しい薬を作ったんだって。真っ赤な薬、誰が飲むのかな。まあリンクしか飲む人はいませんが、うん、まあこれで薬屋さんのイベントも完成かな。こっから上陸できそうですね。上陸できそうですが、特に何も、あ、ここに入れそうな穴。お、やった。あと2個。上陸はできますが先に行けない。ここも行けないですもんね。うん、こんなもんかな。じゃあ元の大きさに戻りますか。さーっと行っちゃいましょう。で、まあ久々にね家帰ってきたんで、スミスおじいちゃんの話でも聞いてみますか。あまりセリフは変わってないのかな。おう、おかえりリンク。いよいよエレメントも残り一つのようだな。あ、だいぶなんかセリフが変わってますね。そういえばハイラル城の西に王家の谷があるのを知っているか。はい、知ってます。昔はベーレ高原から行けたが、今は秘密の抜け道を通らねばいけないのだ。あ、なるほど。確か北ハイラル平原の西にあったと思うがな。なるほど。一応ヒント教えてくれるんですね。なんで虫がいるんだ。まあ家の中にクモがいるっていうのはまあ悪いことではないんですけどね。蜘蛛は一応液中というか
そういう扱いですからね。かけらはなさそうな感じですね。あ、そういえばここもかけら合わせができる人はいないかな。まあ、ここはね、まあいずれまた来ることになるんで、うん、かけら合わせはできそうになかったですね。まあ、あの真ん中の子は、まあ、その時が来たらね話してみましょう。これでまあハイラルの町にまあ戻ってきましたので、まあ時間的にもねちょうどいいので、今回はまたここでセーブをして終了しようと思います。うん、セーブしましょう。まあ、次回はこのハイラルの町をもう一回ね探索してみたいと思います。はい、ということでね、今回ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。次回もね頑張ってやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それではゴンゲンでした。